スイングするタンバリンとコンガっていう話なんで、シンプルにね、そのタンバリンを、まあ、振るっていう話なんだけれども、これが基本的にそのジャック・アシュフォードさんが、スイングしてます。チキ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 って等間隔ではなくて、こうシーキ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 、うんあ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 、ちょっとこうバネ感があるっていうか、等間隔ではない、こう 僕のイメージで言うと結構楕円形でこう回っていくような、こうヨーヨーを飛ばしてこうヒュッて戻ってくるような、うんあ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 うん
こういうフィーリングが常にあるっていうか、もう根底にあるっていう感じ。皮付きでも皮なしでもいいんですけども、まあこう振りますと、よく言うのはいやいやいやっていうね、内線外線によってビートを刻みますと、で僕のそのレッスン動画とかで言ってるのは、例えばこれをスイングしたいってなった時に、こう水平に振るのではなくてちょっとこう傾けましょうみたいなね話をしたことがあります。こう水平に振ると振り物っていうのはこう一定にイーブンに振れるんだけども、これを傾けていくとの方が強いんで、タタタタタタタってこうちょっと跳ねるビートがこう傾けることによって演奏できますと。はい、なので例えばこれをこう普通に振ってる状態で跳ねさせたい、簡単な、最も簡単な方法は傾ける、はい、もし今タンバリンがある方はやってみてください。モータウンのね、ジャック・アッシュフォードどうやってるかっていうと、主にこっちでスイングしてましたね。はい、どう違うかっていうと、これはこのこういう回転をしてるわけだ。パンデイロをやってる方であれば、パンデイロの、まあ、スザーノ奏法っていうね、回転させる奏法がありますけども、要するにそれです。あるいはタンバリンでいうと、ラルフ・マクドナルド奏法っていうのがありますけども、それです。はい、まあ、つまりこういう主に、細かく動くときは肘から先前腕が内に回る戻る内に回る戻るっていう、はい、海内海外っていうんですけど、この動きでこのスイング感をコントロールしてるっていう感じになります。この内外を内外で振るわけなんだが、これをスイングするときどうします？こんな感じかなっていう感じでね、ちょっと自分なりにやってみてほしいんだけど、はい、実はこの弾く方が重要ですと。このスイングする感覚っていうのはずっとこうね、一定の感覚ではなくて、あるところは速くてあるところは遅いみたいな、理系的に言うと放物線的な運動といいますか、楕円的な運動なわけね。ピューンといってグーンと、ピューンといってグッと戻ってくるみたいな、んー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 な、こう弾力があると言いますか。はい。で、その戻ってくる方のスピード感の方が重要だと思ってるの、僕は。んーな、あ、こう、ぐって弾いてあげれば、その後はこう自然に行くっていうかね。あ、あ、なんで、特に意識するのは、こっち、外に振るとき。
はい、一回この手を楽に、下向けた状態というか横向けた状態をデフォルトにして、うん、あ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 、この外に振るときだけ意識して振ってみてください。うん、あ、うん、あ、あ、あ、いや、タンバリンなんか持ってないですっていう方もちょっと動きだけでもやっていただくといいかなと思います。これね、ちなみに全ての打楽器にこの話通じますんで、ちょっと辛抱してやっていただきたいというか辛抱して聞いてください。どうやるのっつったら、こう一回内にこう手をダラーンと落として、うん、あ、うん、あ、うん、あ、こういう運動をやってみよう。こう裏剣をするような感覚で腕を振って、その時にこうちょっと翻す手を、あ、うん、あ、うん、あ、反対側にこう手を置いて叩く感覚でやっていただくとタイミングが分かりやすいかなと思う。うん、あ、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 体の動きとしても直線的な動きをするとやっぱりそれはビートとしてイーブンな、リズムとして結構パキパキしたイーブンな感じになりますし、回転を伴う動きにするとより弾力があるようなビートが生まれると思いますので、まあ、こういう演奏するときは気持ちこう内に入れて外に行くっていう、この感覚が養われると、いちいちどれぐらいスイングしようかなとか、どれぐらい跳ねようかなみたいなことを考えなくても、もう体の感覚でいけちゃうじゃねえかなって思ってんですね。っていうのが基本でございました。はい、よりなんていうか応用的なアプローチをまた動画で出しますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。じゃあこれをコンガでやるときどうするっていう話ね。まずこう構えますね。右手を下、左手を上にしましょう。で、右手を上げたら左手を下げる。あ、今やっちゃったけど、こういう状態こういう人形っていうかロボットっていうか、ずっとこう入れ子になる感じでちょっと動いてみてください。まあこれでもいいよ。でじゃんちっちゃんでちっちゃちっちゃち、まあこういう右と左を入れ子にする動きの中で今やった、うん、あ、うん、あ、うん、あ、うん、はい、こういうこと。こっちに振るタイミングで左を出す、うん、あ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 、はい、あ、スイングしたと、うん、あ、うん、あ、うん、あ、ではこのうんた、うんたってやってたタイミングで左手が着地する、発音するっていう意味なんで、うん、トゥータ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 、こうなります。テンションを張って張って放つみたいな、グーンパ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 グーン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 、こういう感じ、うん、もう見た目は完全にこう入れ子状態っていうかね、ガトゥン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 、だんだん上げてきます。あ、うん、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 ここから先は来れる人だけついてきて、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、
ってなりますっていう話なんです。だからずっとこう踊ってる感じね。はい。